今日はね、木造町の小田切さんからペティナイフを研いでほしいという依頼がありましたので、やってみたいと思います。刃の曲がりとかはないですね。ただちょっと欠けが多いですな。見えるかな。ではまず刃の黒幕220番アラトからいってみます。まだあるけども裏側行くと多分消えるかな。あーちょっと大きいね。もうちょいですね。これで裏行くと多分消えるんじゃないかな。アラトでやった後の切れ味チェックを。あ、切れないですね。で、引っかかりがちょっとあるんで、まだ刃こぼれはある感じです。もう少しアラートかけなきゃダメですね。ではもう少し減らしていきます。まあこれくらいちょびっとありますけど、まあこれくらいでいいでしょう。バリを取りまして、1000番いきます。刃の黒幕1000番です。はい、バリが出ましたね。反対いきましょう。反対側もバリが出ました。では刃の黒幕5000番です。では刃の黒幕5000番終わりです。バリ取って、では刃の黒幕1万2000番いきます。目詰まりしているので1万2000番の名蔵で。また目詰まりしたので、
から反対いきます。こんなもんでしょう。では最後、砥石の目詰まりを取ってあげて、小刃をつけてあげます。では試し切りを。切れますね。でもちょっと欠けがある感じがしますね。最後にストロップしましょう。切れますね。今回は小田切さんのペティナイフでした。やってほしい動画とかありましたらコメント欄の方によろしくお願いします。動画は以上です。グッドボタンなんか押していただけると嬉しいです。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。